奥様女中は、ジョバンニバッティスタ・ペルゴレージ作曲のオペラブッファ。ペルゴレージの代表作の一つ。ヤコポ、アンジェロ・ネッリの儀曲に基づき、ジェンナロ、アントニオ・フェデリイコが脚本を執筆した。元来は、ペルゴレージのオペラ・セリア、誇り高き囚人いるプレジオニエロ・スーパーボのインテルメッゾとして作曲され、共に1733年に初演された。 ナポリオン自身の直後に株音力が禁じられていたのだが、ハプスブルク家の皇后の誕生日を祝うために、それが解禁されてから上演された最初のオペラであった。誇り高き囚人は当時としても成功せず、今日においてもレパートリーとして認められてはいない。結局これと奥様女中とは切り離され、後者が単独でヨーロッパ中でもてはやされるに至った。オペラの歴史において、 このインテルメッゾの重要性を見過ごすことなど到底できない。聴衆にとって馴染みやすい登場人物によって魅力的な作品となっている。すなわち頭の回るメイドと年老いた主人である。音楽様式において奥様女中はバロック音楽から古典派音楽への過渡期の典型的な楽曲であるとしばしば認められている。主人ウベルトは自分が 女中のセルピナと結婚したいのか、それとも、ただ彼女の境遇を憐れんでいるだけなのか、自分でも確信が持てずにいる。そこで、セルピナが一計をじ、ゲ下男、ベスポーネを兵士に仕立て上げ、自分はこの教婚と結婚することになっているが、彼から持参金を迫られていると言って、ウベルトに言い寄る。あれこれあった末に結局ウベルトはこんまけして、セルピナをめとることになる。 約50分間5分と、通奏低音音楽の友者のスコア。ありがとうございます。